はいどうも T.T です。今日はねカイロソフトさんの開拓サバイバル島デラックスっていうのをやっていこうと思います。なんか新しくできたっぽくてちょっとやっててみようと思います。スタート。常夏島、最初のペットあ入れる決めれる。じゃあまず島決めます。はい、島の名前鬼ヶ島にしました。なんかペットが3匹いるっぽいからこれで鬼ヶ島桃太郎っぽくできねえかなと思って。え、あこれは選べないんだ。あ、え、あ一番初めの仲間だけ選べるんだ。そういうことね。犬と猫かなとアヒルアヒルにしろ。ペッタロー、まあ、ペッタローでいいか。ペッタロー行くぞ。ん、はじめまして、私は北上川羊と申します。無人島を案内して40年、今後の島の発展をサポートさせていただきたいといただきます。気軽に羊さんとお呼びください羊さんよろしくお願いします。鬼ヶ島を世界に名だたる島へと発展させていきましょう。鬼ヶ島をすぐ発展しそうじゃない、名前的に。ゲーム中でわからないことがあったら遊び方も合わせてご覧ください。まずはメニュー建築から共に島で暮らしていく仲間の家を建ててあげましょう。ペッタンのね、あ、ペッタンだって。ペッタロウのね、建築、仲間の住処を建ててみましょう。ん、人の住処、仲間の住処、これか。獣が住む建物です羊さん急になんか仲間って言ってたのに、今まで急に獣が住む建物です。仲間は周囲の自然が多いほど自然の良さに喜ぶようです。ほう、自然の多いところに建てるように心がけましょう。なお L で画面をスクロールしながら建てる場所を選べます。ほう、この辺がいいってことか。はい、ペッタローの家できました。っていうか自分もな、ロビンクルオの家がさないんだよね。喜んでる？ペッタロー。ん？ペッタロー行く？あ、行ったね行ったね。引っ越しが完了しました。ペッタローが喋ってんのかな大きな家を夢見ていましたが、住めば都とはよく言ったものですね。こいつ嫌いだな。ナマコだっけ？とにかくありがとう。あ、名前も覚えてないのね。あ、人の住処もあるんだ。ハンモックみたいな。あ？改築？私のお家が改築の条件を満たしました。鬼ヶ島でも改築条件を満たす施設が出てきました。詳しい情報は情報改築図鑑から確認できます。一説によりますと、怪我からの回復が早くなったり、畑仕事に多く出かけるようになるようです。いろんな施設を改築していきたいですね。どうなったのこれ。回復量がちょっと増えたってことなのかな。文明、自然、改築する。仲間の住みか現在からアフター、牧場とかにできるんだ。ゴールド、観光でゴールドやる建物。てかマップ狭いな。なんと住居の近くに謎の土地へ通じる道がありました。早速お仲間を連れて探検に行ってみてはいかがでしょうか。はあ、あ、カエロソフトさんには今までなかったんじゃない、こんななんかマップが広がるみたいな。青いエリアを選択してみてください。この先は何が隠れてるんでしょうか。はい、早速探検に出発ですね。スクロールバーを上下させると私が用意した耳寄り情報を確認できますよ。あ、こういうことね。初めての砂浜、ペッタローとね、冒険の匂いがしますね。この島には何が隠されてるんでしょうか。やや簡単羊さんもうすでに言ってんのそれ。未開の探検地点に向かいます。ああ、下でこういう感じ。やばい、敵出現、カニや。なんと獣が襲ってきました。仲間、あ、戦闘は仲間を信じて任せようと思います。仲間がピンチの時は道具を使うようにしましょう。
急になんか RPG みたいの始まったな。甘い薬草 HP を20くらい回復する薬、少ない餌、敵に当たると仲間になるかも。攻撃特技防御、もう攻撃趣味か。カニータ3のダメージ。なんかあれだな、ポケモンみたいだな。仲間にできるんでしょ。もうできるかな、使ってみようか。仲間になれ、カニータ。うん、どうだ、気に入らなかったよ。おお、もったいないな。でも俺はカニータも仲間にしたいぞ。カニータ行け。よし、ペットロよくやった。あ、弱ってきてから使うべきなのかな、もしかして。よくあるもんね、大体のゲームそうだもんね。あ、来た。カニータよ、満足して立ち去った。え、立ち去っちゃうの、仲間にならないの。そんだけ経験値、レベル1の段階でそんだけしかもらえないの。何やら先ほどの敵が仲間になりたいと言っているように見えます。来た、カニータ仲間にしよう。カニータが新しい仲間になりました。名前つけますか。いや、カニータでいいよ、カニータで。あ、まあ、ごめんごめんごめん。カニータが仲間になった。新しい仲間が増えました。早速共に暮らすための住居を建築し、そうかそうか、全員の住居が必要なのか。危ないところでしたが、私のとっさの判断で危機を脱せました。ロビン、クルモ、俺が指示してたんだけどな。引き続き探検を続けます。じゃあその間に建築で仲間の住みか並べといていいのかな。自然多い方がいいとかって言ったしね。あ、結構下あるんだね。 46% あって今のところ。探検の途中に宝箱発見しました。まだ探検の途中なので宝箱の中身は帰宅してから確認となります。へえ、探検から帰ってくるのが待ち遠しいですね。そうだね、羊さん。よし、カニか。今度はちょっと倒してみたい。ん？肉？あ、待って、右側に食料とかなんか木材みたいのもあるね。手元にあった獣の資料によりますと、獣ってやめて羊さん、なんか敵が弱ったところに餌を与えると効果があるとのことです。数の限りが諦めないの、数の限り諦めないのがコツだそうです。まあ今回はだけどもカニータもいるしね、倒してこう。いいぞ、ペッタロ頑張れ。ペッタロ弱いな、初期メンバーなのに。茹で上がったって何？あ、聞きにくいとかもあるんだ。属性みたいのもあるの？本当になんか言っていいのか分からんけどポケモンみたいだね。うん、ペッタロの声聞きにくいんでしょ。なんか必殺特技あるじゃん、覚えてないんかい。カニだ、ないんかい。死んだらどうなるんだろうな。まあ死なないだろ、さすがに。ここでここでね、いきなり敵が強すぎて死ぬとかっていう、いや、まあまあ強いな。ヤドカノフはもうとりあえずいらんな。なんかもうちょっと強いやつが欲しいな。弱ってきた、弱ってきた、どうしよう。まあいいや、とりあえず倒そう。レベルとかもあんのかな。貝殻になった、勝利しました。あ、倒したらまあまあ2匹だから多かったのかな。98%、 あと 2% だね。探検終了、探検の完了。はじめの砂浜レベル11回目エリア制覇、完全制覇。発見宝箱4個、翡翠12ゴールド、木の爪木の爪なんていうものあるんですか。そしたらこのマップが広がるってことかな、探検終わったら。あー、そうだね、安全を確保して新しい土地が広がりました。なかなかいい戦いでした。戦闘中に弱ってきた敵に餌を投げると
心が通じ合って仲間になってくれることがあるようです。気になる敵には餌を投げてみるといいかもしれませんね。あ、餌3個手に入れました。いいよ。あ、カニータもいる。カニータも、あ、そっか、工事してあげて。人はこれずっと一人なのかな。基本的には仲間、謎の未開の地へのルートが発見される。どんどん行くな、どんどん行くな、どんどん広げていこう。陣地をどんどん広げていこう。行けるか、二人で行けるのか。水辺の丘、お金の概念あるけど買い物したりとかっていうのもできるのかな。え、2箇所ヘルプボス、いや助けて、謎の猛獣に捕まっています。パンプキン助けたくねえわ。メガネ取れ。この縄では動けません。縄ついてんの。一大事ですね。早速助けに行きましょう。羊もさ、なんかいるんだったら手伝ってくれたらいいんじゃねえかな。改築とかに、改築できるの。私の引っ越しが、ああ、カニータ念願のマイホームです。とっても嬉しいです。カニータかわいいな。よし、まずこっちのレベル1から攻めていこう。あ、メイン、謎の土地と建物が、宝箱が発見されました。仲間探検出て開拓しましょう。やや簡単、メンバーへ行こう。ここでは戦闘に出るメインメンバー選べます。 HP の多さとか、多さか攻撃力の高さ、強さか、それとも属性か、悩んでしまいますね。3体以上仲間がいる場合は L でメンバーを外すことができますよ。あー、なるほどね。初期メンバーなのに、あ、メインって、あ、そういうことね、そういうことね。3人がメインってことね。よし、行こう。行けー。あれ、ペッタローム来てる。左側の人間マークみたいの何なんだろうね。キー拾った、キー拾った。キーあったら建物、でもこれなくなったりとかしたらどうするんだろうな。水たまりん強いかな。レベル1か、これは弱いな。よし、この倒しちゃおう。気になら、強っ。ペッタロー、カニータ行け。さっきから聞きにくいばっかりだな、ペッタロー。カニータ一旦回復させようか。カニータ回復、よし、いけ。強いな、カニータ。マジでカニータじゃねえわ、水たまりん。ペッタローの怒りが溜まってきて、オーラが発動できます。オーラ、攻撃能力に期待が持てそうです。属性合わねえって言われてるけどな。これ勝手に怒って勝手に攻撃してくれてるってことなのかな。しかもこれ回復してる時って2人とも攻撃できない。逃げ出した、ふざけるなよ。さあ怒りを、ペッタロー怒りを、え、1しか食らわないんだけど。ペッタローも怒り特技だったのかな。怒りが特技ってことあるかな。特技で怒りって書くやつ怖えよ。あ、カニータ死ぬ、死んだ。どうなんの、カニータ茹で上がった。これどうなるんだろう、復活するのかな、それとももう死んだら終わりなのかな。てか1ダメージずつしか食らわないんだけど。よし、弱ってきたから仲間にしよう。もうこうなったらひょっとしたらあいつ死んじゃうかもしれん、戻ってこないかもしれんから。カニータがいまいち、ふざけんな。めちゃめちゃシビアなゲームやな。大怪我、大怪我したらどうなんの。とりあえずは進むのね。あれ、これボスって書いてあったやつじゃない、大丈夫。これ2人とも死んだらどうなるんだろうな。いや、まだ回復あるから。お腹が空きました。あ、左側のこの人間マークとお腹が空いた表示なんだ。探索をしているとお腹が空いてしまいます。食料を人数分消費して回復できます。人数分ってことはやっぱこれ人、あ、そっか、さっきのなんだっけ、ロビンマスクみたいなやつ、ニコロビンみたいなやつを仲間にしたらあいつも一緒に暮らすってことなのかな。レベルが上がっていくと必要な食料数も増えていくという噂です。いや、噂じゃねえよ。レベル上がるといっぱい食べるんだ。腹が減ってはなんとやらですね。
お腹すいた。で、あ、食べてる食べてる。あ、それが上にある42っていう、あ、39に減ったね。3も減るのかい、1人なのに。ペッタロ1人しかいない。一旦回復しよう。これもう終わりだな。すんだくせえぞ。大丈夫か。よし、なんとかなんとか2人とも餌をあげて、餌あげると回復、いや経験値あんまもらえないんだね、仲間にすると。はい、仲間に。ネッコロンいいでしょう、強いよね。中身しよう。いや、これ多分決めてったらキリがないな。何やら先ほど、ああ、これさっきのね、メタボック。いいでしょう。こいつレベル1か。まあいいや。何人まで仲間にできるか分からんけどね。仲間がいっぱいで島に向かいました。ああ。いい感じに仲間が増えてきました。今後は仲間にしたものの、ちょっといまいちだなという場合があったら、メニュー仲間分かれるで自然に返してあげましょう。あまり使わないで済むといいですね。そうだね。トロフィーを。はじめまして、世界無人アイランド協会の王様のものです。いや、お前がいる時点でもう無人じゃねえな。違うか、無人アイランド協会だから協会なだけなのか。各地の島を巡り、その素晴らしさを称えることで生計を立てております。すごいことで生計立ててるな。俺もその仕事したい。人を称えて生計立てれるってすごいな。今回は無事に受賞の条件を満たしたということでお伺いしました。今後とも活躍を楽しみにしております。ありがとうございます。何？3体捕獲、トロフィーもらいましたね。で、エリア完全制覇。あ、1個しかだから僕見つけてない。紙のマント、こういうのも装備できるってことなのかな。多くの獣を手なずけて功績をたたえ、ここに表彰します。今後も強い獣をどれだけ仲間にできるか今から楽しみです。それと副賞のゴールドを差し上げます。10ゴールドで、水辺の丘が行けるようになりましたと。あ、なんかお店みたいのある。安全を確保して新しい土地が広がりました。現在は使われてない食材販売所なるものが島から発見されました。どうやらその昔に使われていた施設の名残のようですね。多少維持費がかかりますが、いずれはここを拠点に観光客を招いてみたいですね。なんか全然違うゲームだね、今までとは。さあさあ、まずは鬼ヶ島の探検を進めていきましょう。ここはまだできないのかな。無理っぽいね。人が必要ってことなのかな。まず道具、装備とかできる。獣が装備できる武器や防具になります。武器は一つだけですが、装備スロット数の上限まで自由に装備させましょう。あ、いいじゃんいいじゃん。合成もできんの。合成してみよう。あ、へえ、待って、これめちゃめちゃ長くなりそう。ペッタロ強くなれる。これ能力見れないのか。ソフトタッチ、ソフトタッチって何。ペッタロじゃあちょっと強くしようか。翡翠、これは高値で売れるだけか。木の爪、ちょっと待ってよ。情報、島の情報は。プレイ時間2分。2分じゃねえよ。もう22分こっちはやってるよ。で、終始、戦闘図鑑。どう、ちょっと待って、仲間見てみよう。戦闘メンバー。これ、大怪我は勝手に治ってくれるのかな？家あれば。仲間一覧。ここでは仲間の一覧が見れます。選ぶとさらに詳細な情報や装備の変更ができますよ。強さ A で詳細。ペッタロはね、基本あランクも3つになった。星3。性格平凡。平凡ってやだな。攻撃8、防御8、速さ2、ロ11、カニータ5、2、4、3、2、3、3、2、3。なんかどいつもこいつも強さ微妙だな。なんかこいつもランク2、ランク1、カニータだな。先ほど戦闘で気づいた仲間が自宅で治療を開始しました。しばらくすると自力で回復してくれるようです。なるほど、
時間短縮したいときは復活薬梅を2個手に入れました。復活薬梅を使うとすぐに回復できます。メニュー、道具、消耗品から使ってくださいね。隅への周囲の環境で回復のスピードが変わる場合があるようです。何やともあれ早く良くなってほしいですね。そっか、とりあえずじゃあ牧場を作ってあげなきゃいけないのか。これが50分の3、だから3個木使って家作れるってことね。これだけどこうやって広げてった方がいいのかな。なんか自然多い方がいいとかって言ってたから、あ、こっち側でもいいのかな。水辺もありかな、まあ、よくわからんけど、こう並べるか。あ、木あるとこダメなんだ。まあ、じゃあここでいいわ。よし、はい、2個作って。ん、待って待って、ボスのところも終わってないのにどんどん広がるな。ボス終わってから広がるもんだと。古びた港、気になるね。あ、でもここは誰かいるとかっていうことではないんだね。とりあえずカニータが回復してくれたら行こう。カニータ装備させよう。木の爪装備、カニータいいぞ。ソフトタッチソフトタッチが気になる。消耗品、この子は島、ここは島での性格に役立つサバイバルグッズの一覧です。研究所が見つかれば新しいグッズが発見されるようです。あ、少ない餌とかもらえなかったな。ボス相手にも使えるのかな。まあちょっと回復待とうかな。道具をね大事に使っていきたいこいつなんかウケるな、頭から草生えてるやつ。夜になりました。ほう、夜行性の獣が現れるかもしれませんね。あ、そういうのもいるんだ。え、じゃあそいつは昼連れてけないのかな。私の引っ越しが完了しました。前々からこの家を狙っていました。とっても快適な住み心地です。ネッコロン、住めばナマコです。え、そのナマコ何なの。さっきから都をナマコってなんかあまりボケとしてもよくわかんないんだけど。あ、労働が22とかなんだ。労働って何、なんか働いてくれるのかな今後。ボス行きたいな。はいはい、カニ復活した。カニだ、これもう復活してるというか、あ、14あるね。よし、行こう、行くぞ。待って、カニだとメンバー併合、ネッコロンとステータス見て。ネッコロンと、ちょっと待ってよ、入れ替え。あ、なるほどね、そういう感じか。一回外さなきゃダメか。外して HP 多い方がいいんじゃねえか。とりあえずはね、あんま能力変わらないんであれば HP 高い方で。よし、行くぞ。これで行け、未開の探検地帯に向かいます。行ってこい、お前ら。お前ちょっとなんかやること、やるべきこと探しといて。いや、寝てる。いいぞ、宝箱。これだけどアイテムとか全然拾ってくれないとさ、この食料、肉だとかなくなったらどうすんだろうね。よし、行け、カニだ。いいぞ、強くなってる、マジで。絵は根がちぎれた、かわいそうあー、やっぱ倒したら経験値すげえもらえる。いいの、あ、結構上がるじゃないの、レベル上がったら。やっぱレベル上げることも重要だな。じゃあこうなってくると全部が全部仲間にしてる場合じゃねえな。でもある程度仲間にもしなきゃいけないんだろうね、多分。お腹すいた、そこでもうちょい頑張れない。あんま食べてほしくないな、食料。あ、あ、パンプキンだ。そこの方、助けてください。ふふふ、捕まえて戦わせて遊ぶ名簿ボスか。なんだあいつ、属性ついてるのか。ああ、無属性と土属性なんだ。なんかついてるね。あ、強いじゃん、メタバッコレベル3。仲間にしたいな。いけ、カニだ。ほら強いでしょ、8、2。弱いな。こっちのメタボックよりでもあっちのメタボックの方が良さそうだな。かぶったらなんか強いやつに変えていきたいね。11、強い強い強い。
あ、死んじゃうかな。弱ってきた。あー死んじゃうかな。いろんなやつに攻撃すべきだったかな。これで死んじゃうね多分。まあしゃあねえか。経験値もらってこ。これでレベル上がったら同じことよ。飛んでった。ネッコロンはいらないな。ほら強っ、カニータ強っ。カニータ初期メンバーで最後メンバーまでいけるぐらい強いんじゃないか、もしかして。アイテムもいっぱいもらったぞ。うわめっちゃめっちゃ経験値もらうじゃん。冷たい息。あ、特技も覚えたん使いたかったな、そういえば。で、パンプキンはどうなってんの？仲間になったんだよね、パンプキンは。完全制覇しました。宝箱も6個。キーゲット。硬い餌。森？少ない餌。7ゴールド。木。いや、肉とかないけど、これどうなってんの？なんか他作れるものは。あ、待って、横に建物ってある。食料畑、簡易お風呂、造林所、自然。あ、これで自然。あ、自然ってそういうことか。なるほどね。ちょ待ってよ、一回見てみよう。これが一番面してるけど、回復量34 38。あー、ごめんね、これ広がるのちょっと見逃してたわ。自然豊か、安全を確保して新しい土地が広がりました。助かりました。客船が難破して鬼ヶ島に流れ着きました。何人かこの島についてると思いますが、ところでどっかいい場所があればお店を構えたいと考えております。お前たくましすぎん？今もう捕まってたやつが急にお店を。きっと役に立つので住まいをください。パンプキンさんを救出しました。新しいお友達ができましたね。早速住居を建築してあげましょう。じゃあどうせこいつ店やるっていうから、この近くに人が住む建物ですね。緑の枠の中に木や畑があると食料と入ると食料を手に入れられます。畑や造林所が隣接するように心がけると良いようです。あ、じゃあこっち側か。でこっち側でいいか。せっかくここで仲間になったから。造林所や畑、ここにしたら2個、ここだな。よしで作ってみよう。食料畑。畑は食料を収穫できる大事な施設です。緑の枠の中に配置すると食料調達に効果が大きいようです。だからこことここ2個作ろう。で逆にこっち側には造林所もいいよ。実はね、造林所は建築で使う木材を入手できる大事な施設です。建物の数はゲームを進めると手に入りますよ。ここに1個作っとけばいい。あ、今3個しか作れないってことね。なるほどなるほど。お風呂も作ろう。お風呂はもう俺んちの近くよ。ここよ。よし。でお前パンプキン、ちょっとここに店あるから店をしっかり頼むぞ。どんどんマップが広がっていくな。星空の白浜、かっこいいな。何その1個、何その1個。湿った洞窟、洞窟とかも出てくるんだ。ドキドキしますが勇気を出して探検に行きたいです。行ってこい行ってこい。許す。お前ら体力あるか。そうだそうだ、お前パンプキンが自分で作れよ。まあいいか、ちょっとこれに一旦作らせるか。あ、文明上がった。いいね、回復量も上がった。働け働け。あ、夜の間やっぱ寝ちゃうのか、基本的にはね。そうか、これもできてるわけじゃないよな、まだだよな。畑作ってから行きたいな、どうせだったら。
こいつらどういうサイクルで寝たり起きたりしてんだろう。あ、文明アップいいじゃん、回復量アップ。お前どんどん良くなるぞ。お前だけムカつくな。朝になりました。朝が好きな獣が現れるかもしれませんね。よし、あとはパンプキンに作らせておいて、私のお家が改築の条件を満たしました。待って、改築の条件を満たしましたって勝手に改築するわけじゃないのかな。勝手に改築してるか。改築する。あ、これでいっか、選ばなきゃダメ。あ、選べた。では改築を開始します。完成が待ち遠しいです。あ、これで必要なんだ。よし、行くぞ。俺らは古びた港行け。楽しいなこのゲーム。サクサク行くぜ、サクサク。なんか RPG やってるみたいな感じになるな。仲間を連れてってね、どん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 。さあって、立派なお店もできたことだし、世界の島々の貿易品を販売しちゃおっかな。これからは鬼ヶ島を拠点に商売していきますよ。お前帰れ、船あるなら。早速品を見ていってください。買う。あ、お金がここで使われるわけね。全体に攻撃プラス2の武器、めっちゃいいじゃんこれ。攻撃プラス 9? めちゃめちゃ強いのいっぱいあるな。ハンカチ、労働後収穫がうまくなる、リラックス。あー、なるほどね。なんかいろいろあるな。あ、少ない餌とか欲しいな。買っとこうか。あ、1個ずつ買えるんだ。あー、なるほどなるほどね。装備チップってなんだ。あー、装備の強化。あ、強化もできるんだ。俺何これ、費用。なんか5持ってるやつを3使うんだね。まだいっか。ここら辺のね、武器で使って失敗しようもんならもったいない。ありがとうございます。ゴールドは鬼ヶ島に観光客が来てくれないことには増えません。あ、あれゴールドなんだ。近くの島に渡れるといいのですが、まずは鬼ヶ島の探検を進めていくといいかもしれませんね。お前なんかムカつくな。お前も探せよ、こっちばっかり。カニータ出てきた。もうカニータなんてもう今更じゃない。よーし。お、メタボックもレベル上がさ、メタボックちょっと攻撃力が弱いんだよね。 HP はあるんだけど、攻撃をどんどん手が出てくるな。カイコ、カイコ、これレベル1ってランク1ってことは弱いってことだよね多分。強っ、危ないって。カニータ死にそう。みんなでカニータを守れ。いや、やっぱ弱えな、メタボック。あ、よしよしよし。経験値もあんまもらえなくなってきたな。これで道具使えるかな。硬い餌。土属性の敵が好きな餌。ああ、そういうの。あ、やばい、薬草ねえわ。買っとけばよかった。あ、買える今。あ、いつでも買えるんだ。いいじゃん、いいじゃん。じゃあちょっと。まあ死んでもいいか。多分足元に何かありますね。何でしょうか。スコップがあれば掘り出すそうですね。サバイバルグッズがあればいいのですが、ゴールがなくなってきましたね。私にとっておきのへさくれがありました、ありますので、どうぞ島の発展に生かしてください。お、60もくれた。先制攻撃のチャンス。あ、後ろ向いてる。どうする。もうこの際カニータはある程度無視していっちゃうか。ペッタローがいれば勝てるだろう。いいね、先制攻撃からのクリティカルって。容赦ねえなカニータ。あ、よしよし、これでカニータ以外が攻撃されれば生き残れる可能性はあるぞ。さあどうだ、すぐカニータ、すぐカニータ攻撃されちゃうな。真ん中にいるからなのかな。
真ん中が一番攻撃受けやすいのかもな、ひょっとしたら。ちょっと場所変えてもいいかもな。HP だけあるやつうちにいるから。よし、完全制覇。3個もらいました。翡翠売ればお金になる。鉄鉱石、あ、ってことはもうすでに売ればいいのかな。売ってみるか。道具、道具屋、売る。翡翠、そうだな、高値で売れるアクセサリーだからこれ売っちゃっていいよな。鉄鉱石、鉱石の材料、これは必要だ。よしよし。で、なんか装備もあったな。道具、装備、あ、鉄鉱石も装備できるの。でも合成ならアクセサリーでしょ。よーし、どうなる。港あったら、え安全を確保し、新しい土地が広がりました。おっと、助かりました。何日かもバナナしか食べれずに漂流を続けて、チンパン少年、クジラに乗って先ほど流れ着きました。なかなかいいところで気に入りました。これからは島で優雅に暮らしたいと思います。チンパン少年さんを救出しました。新しいお友達ができましたね。早速住居を建築してあげましょう。そして先ほどエリアンに古くなった船着き場を発見しました。船さえあれば観光客を招けるかもしれないですね。まずは他の島へ交渉に行く術を手に入れないとですが、それならば私の出番かもしれません。チンパン急に出てきたな。私がこの島で住居を構えれば必ずや島の発展に貢献できると思います。ぜひ私に住まいをください。チンパン君はちなみになんですけど、人なんですね。仲間じゃなくて人なんですね、チンパン君は。はいはい、そうですか。チンパン君でもこの辺にしとこうか。まあ仲良くするか、せっかくだから。チンパン君もでもこの船をなんかやるっていうんであればこっち側にいてもいいような気がするけど、なんかねここら辺はなんかごちゃごちゃしてるし、みんな仲良く暮らすか。パンプキンだけがいねえけど、工事待ちしてる。よーし、いい感じなんじゃないか、船着き場で。ここでパンプキンがちゃんとしっかりやってんのか、働いてんのか。あ、文明、あ、グレード星5だよ、いきなり。ここがちょっとあるだけでそんなに上がるもんなんだな。こいつらの文明はどうなってんだろう。引く畑とかがないからかな。造林所がやっぱでかいのかな。造林所とか作ってみるか。あ、これなんだ、森、森作ってみるか。じゃあ森や林を建てると環境が良くなり、仲間たちの回復が早くなると言われてます。住み家に近づけて建てるようにしましょう。あー、じゃあこいつらの近くの方がいいか。まあ、でも十分あるけどな。まあ、じゃあこの辺上がった。ああ、育つの町なのか。何やってん、何やってんの。完成、お、回復量アップ、自然アップ。ああ、なるほどね。私のお家が改築の条件を満たしました。はいはい、どん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 言ってくるな。じゃあお前の家を改築しよう。いいじゃん、チンパン少年、改築決定。待って、お前ロビン・クローが初めからずっといるのにずっと下っ端はかわいそうだな。じゃあこれも改築するか。改築、なんでネッコロン、ここは改築できないんだっけ。なんでこいつ何もしてないよ、だってこいつ戦闘に唯一参加してないんだけど。研究所を建ててくれてありがとう。私は IQ108 の頭脳を駆使した科学やロボット工学が得意なチンパンジーです。
IQ108 って100あったらまあまあなんだっけ、100ぐらいがでも平均なんだっけ、なんかそんなすごい感じしない。金田一のはじめちゃんなんか180とかそんなんじゃなかったっけ。いずれはこの研究所を拠点に高性能警備ロボットでも作るのが夢です。おお、今後は立派なチンパン博士としてメニュー行動研究から何でも相談してね。行動研究、ここでは島での生活を豊かにする研究を行いますよ。同時に何個でも受け付けますのでお気軽にお声掛けください。バナナを食べて頑張ります。おお、いいじゃんいいじゃん。海を渡る立派な乗り物を研究しようと思います。設計図はもうあります。あ、スコップ欲しいね、スコップ。ん？1時間ってこれどういう時間なんだろうな。実際時間なのか。だけどそんなことないよな。ゲーム内時間だよね多分。いやもうゲーム内時間がどれくらいだったか全然覚えてないけど、まあでも1でいっか。なんかちょっとずつ、獣の餌、あ、物によって違うね。じゃあ航海、海を渡る立派な乗り物を研究しようと思います。設計図はもうあります。これちょっとこんぐらいにしよっか。ちょっと一休みする椅子があれば島のみんなが言ったりできると思います。あと一個ずつ、もうあんまちょっと資材がほんと足りなくなるな。まあでも頑張ってもらおう。大怪我を復活する薬のレシピがあります。よし、これじゃあちょっとずつやってってもらって、 OK、 全部研究中で。木材の手持ちが減ってきましたね。木材は建築や研究で重宝され、とにかくいろんな場面で必要になります。常に多く確保しておきたいですね。なるほど、今の話を聞いて木材確保のための造林の研究を開きました。今ので天才やな、チンパン少年。いつもご指示ください。それと私にとっておきのへそくりも差し上げますのでご活用ください。木材は25個。そうか、じゃあその間研究博士チンパンジンさん大変ですね。収穫に便利な造林場を増やせるでしょう。増やしたいからこれはじゃあもう5個使おう。これがあればねまた木増やせるってことだからね。はい、ということでじゃあまあとりあえず今日のとこはここぐらいにしましょうか。第1回目のところはね、面白いですね。なんか全然今までのカイロソフトさんとちょっと違くて、うん、なんかロープレっぽい感じも出てきたね。どこまでマップが広がってくるのも楽しみだし、なんかいろんなねこの仲間が出てくるのもどこまで出てくるのかも気になるし、うん、楽しいですね。また次回やっていこうと思いますのでよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。